丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。今回はいろんな角度から裏側を語ってくれる方が来てくれました。M 姉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。M 姉さん、仮名でございます。はい。そして姉さんというところから、すでにお分かりの方もいるかな、いたらいいんですけれども、いわゆる極妻というかヤクザの愛人でございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼ながら今おいくつ？何十代というぐらいの感じです。40です。40代、はい。現役の、ヤクザの、まあ、愛人をされているということで、そのなんというか経験と見識を今回いろいろ披露していただきたいなと思って、草加のねコネクションを駆使して来ていただきましたが、立場的になんて言えばいいですか、ね、あのポジションヤクザの愛人でいいですか。あれさんが、ね、世間で一般で言ったら愛人になりますね。いわゆる極妻っていうキーワードがあるじゃないですか、うん、あれは極道の妻、女、妻って書いて女って読むんですけど、あれっていわゆる本妻さんなんですか。そんなことを言うことが多いですよね。はあはあはあ。でも愛人っていうのはまたこう割とその身近な感じなんですか、そのヤクザの方とも。そうですね、一応に、まあ、2号っていう別名は2号って言われることも多いですけどでもお話をね、とりあえずちょっとこういろいろと聞いていきたいと思いますが、M 姉さんはそもそもこうなぜ、ヤクザのこう愛人になったのかっていうところからですね、いつからですか。私は今40代ですけど、16の頃からそういう方とばかりお付き合いしてました。ちなみに何人ぐらいそうお付き合いで言うと5人ぐらいですか。5人ぐらい。その中でその16歳ということですけど、16歳でヤクザと出会ってその、まあ、付き合うというか愛人になるってどういうことですか。16に出会った彼は、中学の時の先輩を通して知り合ったんですよ。はい。もともと中学の時は私悪かったので、はい、新年から行ってで、それを買いに行って、そこを一応取り仕切ってたじゃないけど、はい、そういうのをやってた上の方を紹介してもらったっていう。おいくつぐらいの。当時42だったかな。だいぶ年の差ありますね。はい。ポジション的にはどういう感じのポジションだったんですか。一応その時その組の中で5つぐらいの分かれてて、なんとか企画、なんとか企画のトップにいたかったので、はいはいはい、役職なんだちょっとわからないですけど、まあ、一応そういう組織を、ね、持ってらっしゃる方ではあったということですね、うん、で、その方との出会いで、どうやって口説かれたんですか40代と16歳なわけです。最初はその方の、はい、それよりも兄貴分っていう方ですか、うん、方私女だったんですよ。あ、もともと？そうですそうです。もともとそういう。それでその方がお勤めに行かれて勤務に行かれて、まあ預かってくれって言われたんですよね。その方に託されたのがいつの間にかにその人の女になっていたっていう。16歳で高校には行かれてました。行ってて高校は中退してしてて。遊ぶ相手っていうか周りにいる人とかも。同世代が多かったんですか、それとも結構年上の人たちばっかり遊ぶ。年上ばかりですね。じゃあその中でその相手が40代のその極道だということに対しての抵抗っていうのはなかったんですか、付き合ったりすること。そもそもの16歳の女性から見て極道って魅力的でしょ。その当時はものすごく多分羽振りがいい時代っていうか、じゃあものすごくかっこよく思いましたね、その当時は。なんかあれですか、特別な口説かれ方とかしたんですか、すごいこうお金を使っお金をかけたようなすごいいい店に連れてかれたりとか、何かすごいサプライズなデートがあったとか。でも大体やっぱりデートっていうともう飲み屋に同伴だったので、うん、デートが大体飲み屋でしたね。どういう飲み屋だったんですか。姉さんがいた。それデートじゃないですか大体そうなんですよね、普通の一般の子たちが釣るような遊園地行ったり映画館行ったりっていうデートじゃなくって、はい、どこにでも一緒に連れてかれるっていう。ああ、本当に同伴捨てられる、まあ、ある意味信用してるってことですね。そうですね、時々だから仕事にもついてかされる。怖くなかったですか、その仕事についてくっていうの。好奇心が勝ったのかもしれないですね。ちなみに
言える範囲でいいんですけど、はい、どういうお仕事について生かされたんですか？薬の売買とか割とデンジャラスな。そうですね、現場にも、たまにね、映画とかであるじゃないですか、そういう取引の時にこう女の子が、あの愛人っぽい子がこう横についてるシーンとか、あれですね。そうですね、多分大きいそういうお仕事の時は連れてはいかないんでしょうけど、はい、ちっちゃいそういうお仕事の時は連れてかされるっていう。そうやってこう出会って、ちょっと口説かれて OK して、まあ、付き合うというか愛人になってくれみたいな言い方をするんですか？なんかその どういう、もうその言い方として、その方は特になくて、自然と気がついたらその人の女になってた。普通のでも男女の交際というわけではないじゃないですか、うん、あの MA さんはこうくっついていくじゃないですか、他の人たちも連れてきたりすると思うんですけど、ありますあります。そういう時になんか交流というか、あなたどうなのみたいな感じで聞いたりすることあるんですか？お互いやっぱ聞かないですね。一緒に飲んだりとかその場には連れてきたりはしますけど、はいはいはい、二号なんだろうなとお互い思ってはいるんだろうけど、お互い聞かない。ちょっと連絡先交換しようよってことにもあんまりそういうことされるのは、男性人たちもあんまり嫌な感じ。多分あんまり嬉しくないんじゃないかな。でもそうやって連れて行くわけじゃないですか、人前に。そうすると身なりとか、あのそういう身につけるものとかも、あの結構チェックされると思うんですけど、こうお小遣い渡されてこれで買っとけよみたいな、そういうこととかもあったりする。まあ、ありました。どんな感じのお小遣い、プレゼントとかお小遣いとか。会うたんびにこまめにお金をくれる人と、まとめてボンって渡される人とも様々なんですけど。いくらぐらいなものですか？好みに合ってる方は、あのそれこそ今でパパ活みたいな感じで5万10万っていう細かいお金をボンボンとか会うたんびに渡してくれる、はい、これでなんかご飯食べてきな、これでなんか買ってきなっていう、うん、大きい人だとやっぱり物とかもやっぱりくれたりするので。ちなみに何もらったんですか？返しましたけど、ビルと。ビル？いや俺あの正直ね、マンションとか言われると思ったんですよ。車とか。ビル。水商売をやれ、何かやれって言って、はい、ビル。ちなみにどのぐらいのビルだったんですか？いわゆる雑居ビル的な。そうですそうです。数階なんか何階か。それで一応1階は全部飲み屋の。はい、器具とかあの全部入れてくれないその全部やってくれて、これで商売始めなんねって言って渡されたんですよ。ちょっと待ってください、それおいくつの時ですか？それはでも九州の人だね。5年ぐらい前ですかね、はい、今天の声が入りましたけども、まあ数年前、5年ぐらい前だったと。まあでもじゃああれですね、一応その商売とかもやろうと思えばできるぐらいの経験値を積んだ M さんの場合だったってことですね。さすがに16歳の子にそれね、ないですね。それはないですね、はい、でちょっとそのさらにお聞きしておきたいことがありますんですが、そうやってこういわゆる愛人としてのポジションにいるじゃないですか。彼氏がね、極道、そこまでは分かる。そこは2人の関係じゃないですか、うん、でもそれを取り巻く環境っていうのもあるわけです、うん、その人が、その彼氏が偉ければ偉いほど、その下にはいろんなこう部下というか舎弟だったりとかいるわけです。その人たちからは何て呼ばれるんですか？名前で呼ばれることがあったかなかったけど、なんか5年前にそのお付き合いしてたその方は会長の契約続きの方だったので。偉い方だったんですね。そうですね、すごく姉って呼ばれることが多かった。姉さんが本妻の方、はい、で二号さんは姉っていう言い方をするらしいんですよね、そこの地域では。へえ、すごいですね。姉さん扱いなんですか？扱いとしては扱いもそんなに変わらない、表向きは変わらないとは思いました。表向きはそういう姉さん扱いで、そのなんていうんですかね、そこでその気になってくるのは本妻さんとのこう関係性、うん、そこってぶつかるっていうか直接会うことってある？あります。あるの？前回お付き合いした方はその5年前ですね、はい、もうあのご家族含めて公認だったんですよ。へえ。奥様から息子さんまで、はい、お互い紹介し合われて、はい、公認っていう形だったので。そんなことできるんだ。とはいえなんかあの後から言われたりしないですか、ね、その相手の姉さんから。その方すごくできた方だったので、はい、表には出さなかったですね。胸の内は多分
同じ女性なのでなんとなくわかりますけど、いや、どうです、ちょっとイラッとしてる感は伝わってきたりするんですか。とは思う。ただやっぱりあの余裕が違いますよね。 あなたにはここは越せないよっていう、そういう余裕が私にも伝わります。ちなみにそのエムレさん、これまでこう、まあ、非常にお綺麗な方なので表になったと思うんです。でいろんな形でヤクザの方とかいろんな人に出会ったと思うんですけど、本妻になりたいなっていうのは思わなかったんですか。それもあります。2号になりたくてなってるわけではないので、はい、本妻になりたいっていう夢はあります。でそれで例えばその昨今のねドラマとかであるように本妻を追い出して座りたいみたいな、そういうふうに考えて何かアクションを起こすみたいなことっていうのは、ないですね。私は周りではそういう人っていました。別れてくれってその彼氏にたけつけて別れてもらって自分がそこに行くっていう、方もいました。そこはもうヤクザうぬんというよりは男女の駆け引きですよね。そのそれぞれのもう思ってるあの生き方というか付き合い方に応じて、やっぱりその追い出してまで座るっていう気にはならなかった。そうですね、追い出して座ったとしてもまた、多分自分が追われる立場になるので、そこまでして奪いたいとは思わないですね。ヤクザ以外の片桐の人と付き合ったりすることってあります。片桐とヤクザの男性付き合ってみてどっちが魅力あるって感じるんですか。私はやっぱりヤクザの方の方が魅力を感じますね。どういうところが。やっぱ時代にもよるんでしょうけど、いつ殺されるかわからない、いつ自分ね刑務所に入るかわからないっていう状況の中で過ごしている人たちなので、結構一日一日全力な方が多いんですよ。そこにものすごく魅力を感じるんだと思います。そこにこう付き合って一緒にこういろいろ回ったりとかするのって、M さん側の方にもエネルギー必要じゃないですか。でも楽しかったですね。結構そこで違う組長さんのお姉さんについて、料理を学んだりとか礼儀を学んだりっていうのも全部させていただいたんで、から割とそういうきちっとした方が多かったりするんですね。とはいえ僕ら片桐の素人側からするとそういう、ヤクザの世界っていうのは恐ろしいところもあるんじゃないかと思うんですけれども、普段この日常生活の中で勝手なイメージですけど暴力さらされるとか DV になるとか喧嘩に巻き込まれるんじゃないかみたいなこととかも想像しちゃうんですけれども、そういう分かりやすいバイオレンスとかドラッグだとかそういう違法なものとかそういうものにこう巻き込まれてしまうみたいな危険性っていうのを感じたことっていうのはありますか。若い時はありました。なんで若い時の方が今はむしろ落ち着いてる感じ。今の人はヤクザは私には見せないので。あ、若い時にお付き合いしてた方はそういう割とヤクザな面を垣間見えてしまうような。そうですね、やっぱりそういう薬の売買の現場に連れてかれたりとか、もろにそれが分かるところに私を連れてったので、その危険はやっぱり一緒に追われたこともありますし。おお追われるってどんな感じなんですか。多分下手を打ったんでしょうね。はい、彼が、はいはい、それで私の顔も割れてたので、じゃあ一緒に追おうじゃないけど懸賞金じゃないのがみたいなのもついたことは若い時はあったと思います。で、どっちからですか。同業者なのか警察なのか。同業です。同業、それしんどいですね。逃げ切れたんですか。うまく逃げ切れて話し合いで終わったのかな、きっと。じゃあ話し合いがつく間ちょっと逃げて、勝手なイメージで恐縮ですけど、そういうシーンってねドラマとか映画いわゆるフィクションであるじゃないですか、今ちょっと、逃げるからすぐ荷物まとめろみたいな、あんな感じなんですか。そうですね、荷物まとめてどっかに潜伏するんです。いろんな国の人たちのところに隠しさせてもらうじゃないけど。ファブルと一緒だ笑うとこじゃなくすいませんあまりにもちょっとそういうのと似てたんでね、はい。で、ちょっとこうさらに、聞いておきたいところなんですけども、何人かこうお付き合いされてたわけじゃないですか、その国道の方と。その人たちとこう付き合ってて、で公認とかにもなるじゃないですか。でも別れたりするわけじゃないですか。
そういう時公認されたのに別れたら別れますって、普通の男女の付き合いとは違って、その周りも若干巻き込んでるわけじゃないですか、うん、終わりましたみたいな感じで言いに行ったりすることはするんですか、その普通にただはいお別れみたいな。うん、そうですね、周りには多分彼が報告してると思います、まあ、終わったからっていうのは。あ、じゃあなんだろう、その瞬間からただの人になるんですか、もう。いや、まだ寝るあぐらいの感じ。なんかあったら報告、お互い報告しよう、いい友人関係にはなってます。あ、そっか、別れ方次第なんです。ぐちゃぐちゃになってる時とか、なんか事件で別れてるとか、それはまたそれぞれのケースで、基本上手に別れたら、でももう終わりにしようみたいなのって、この過去のお付き合いの中でどうですか、どちら側から切り出すんですか。それは愛情的なことなんですか、それともその家業的なことなんですか。途中で辛くなる時もあるんですよね、うん、ニゴっていうことだけに。あ、なんかそれはじゃあ自分のニゴという立場の辛さからやっぱりこう終わりにしようっていう感じ、いうことが分かってる。あれですか、相手の方が相手の彼氏の方が、彼氏お付き合いしてる極道の方がその本妻さんを優先した空気とかそういうのがあったりして、それで傷つくとかそういうことなんですか。うん、そういうのも多分ひっくるめてだと思います。一番こう長くお付き合いした方で、うん、何年ぐらい。3年ぐらいですか。いろいろとこうあると思うんですけど、ちょっとここからさらにもう少し具体的な愛人生活についてちょっとお聞きしたいなと思っております。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。